吉谷さんこんにちは。まあニートですね。あのね、吉谷さんももう何度も体験されてると思いますけども、私ね最近ね、実はこの1週間いや2週間ぐらいかな、ものすごくね3年ぐらい前の塾生さんからのお問い合わせ多いんですよ。もしくは3年前の視聴者さんから多いんですよ。でその頃ね、私ね暗号通貨をものすごく値上がってる時で、私自身もねいろんな情報発信、暗号通貨に対してしましたし、一気に視聴者数も5000人ぐらいがガバッと増えた時期でもあったんですよね。まあいわゆる暗号通貨バブルみたいな時期だったんですけども、その時情報発信の中で一気にバブルが弾けてガーッと値段が下がった時があるんですよ。その時に高値掴みした方が結構いらっしゃってですね、がっかりして、で私の動画も多分離れたと思うんですよね。でも最近その時以上に全ての暗号通貨がぐわって値上がりしてたんで、塩漬けした通貨がねもう財産になってきたんですよね。それであれ、そういえばあの時のウォレットとかアカウントどうしたかなみたいな感じでものすごくね慌ててらっしゃって、久保さんなんとかなりませんかみたいな感じでご連絡くださってたんですよ。まあそれで皆さんね、あの元通り回復したわけなんですけども、その時にね言われたのが、これ吉谷さんもねもう何度も体験したと思いますけども、久保さんが未だに情報発信しててよかったとね。あの頃暗号通貨をね買おうかどうか迷ってた、そんな私に久保さんはこういうこと言ったんだと。5万でもいいから10万でもいいから買っとけと、何も100万買いとは言わないと、5000円でも1万円でもいいから買っとくんだっていうふうに言ってたんですよ、私がね。まあそれは今でも言ってるんですけども、じゃあその方はやっぱりねお小遣いの範囲でマックスなんか買ったみたいなんですよ。15万円くらい20万円くらいか分かんないですけどね、なんか本当に心血注いで買ったらしいんですよ。まあそうですよね、お勤め人だったらそのぐらいが本当限界だと思うんですよ。でもそれが今値上がりして結構なものになってるらしいんですよね。それで私の言葉を思い出したって言ってメールで書いてくれたんですよ。その中の一つ一人なんですけども、これね本当に良かったなと思うのが、将来子供に暗号通貨なんでねパパはあの時買わなかったのって聞かれるのがすごくね胸に刺さったと。久保さんは将来ね子供が20歳30歳になった時に、あんな暗号通貨のものすごくね誰が見ても分かる儲かる時代にいて、なんで買ってなかったんやと言われますよと私言ったんですよ。そしたら確かにそうだって言って買ったんですよね。思えば私たちはその頃お話したんですけども、土地バブルの時に余力があっても土地もビルも買わなかったんですよ。不動産も危ない危ないって言って、だからチャンスをつかみ損ねた、また暴落を避けれたとも言えるんですけども、どちらにしてもね今不動産でものすごく大きな利益をゼロから築いた人がもしいたとしたらね、ああその情報を知っとけば絶対俺もやったのにって思うんですよ。いや知っててもやらないでしょうって話なんですよ。暗号通貨がものすごくね値上げしてるけども、値上がってるけども、でも勇気がなくて買えないでしょと、お金がなくて買えないでしょと、結局チャンスっての目の前を過ぎていくんですよと。捕まえる力量がなければ同じです。 YouTube も一緒です。なんであの時 YouTube やってなかったのっていうふうに5年前の自分に言ってみてくださいと。なんであの時ですよ、5年前にやっておけば今は YouTube の収益が今毎日のように転がり込んでるはずですよね。ということでチャンスは無限大ですよ本当に。そして私ね情報発信ずっとやっててよかったなと思うのが、久保さんに聞いてみようと思って検索したら久保さんが出てきたって、今日も昨日も一昨日も更新してって、すげえとか言ってましたよ。未だにエーダとかビットコインとか言ってるって、うわーすげえわーって言って感心してましたね。まあもう他のネタもやってますけどね。ということで速稼塾に改めて入ってくださいましたということですよね。こういうことになるんですよ、またね戻ってくるんですよ。カムバックサーモンね、鮭もね生まれた川に戻ってくるように、一番信頼してる方もしくは未だに続けてる方のところに戻ってくるみたいなね。今回私がね未だに続けてるんで、いろんな情報の中で昔から知ってる人の中で私ですよね。でも当時やってて今やってる人ってあんまりいないんですよ、情報発信ね。だから当時いろんな情報発信してる人が今やってないんで、なんかそういう方もね私の方に戻ってくるんじゃないかなというようなねことになってくれればね、また再会を楽しみたいですね。いってらっしゃい。